ハンターハンターのですね、一巻の凄さっていうのは、どんなことが書かれてるかではなくてですね、どんなことが書かれてないのか、何を隠したまま、第一巻で色々言いたくなるんだろうけど、それを隠したまま、一巻が書かれてる、どの説明が省かれているのか、今になって読み返すとですね、ちょっとね、感動すると思います。今日の動画はですね、物語の第一話からですね、ハンター死刑編と呼ばれるですね、一番最初のシリーズが終わるまでの話なんですけども、連載漫画、特にね、週刊少年ジャンプでのね、漫画書くときって、実は一番 難しいのが一番最初の語り出しなんですね最初の3は何回も書き直しさせられるというふうにバックマンでも言ってたんですけどもですね。一番最初の2で、ね、この漫画がどんな漫画なのか、どこが面白いのか、主人公や仲間やライバルはどんな性格なのか、何がしたいのかっていうのをですね、この作品の魅力をですね、わかりやすく。ジャンプの中心読者層ってね、ターゲット絞れないんですよね。小学校3年生ぐらいから見てるし、もちろん40過ぎ50過ぎのおじさんたちもですね、ハンターハンター楽しみんですごい見てるわけじゃないですか。だって ずーっとワンピース楽しみに見てた子供、小学生の時に見てた子供はもう30過ぎですからですね、本当にあの読者層が絞れない雑誌なんです。その人たち全員に分かりやすい第一話ってすっごい難しいんですよ。分かりやすくしすぎると、年上のですね、その20歳超えた漫画読者からなんだこれ幼稚かなというふうに思われるし、その人たちにも含みがある部分をちゃんと伝えて、そして小学校3年生、4年生、つまり10歳前後の子供にも面白いって思ってもらえるような作らなきゃいけないから、本当に 1>, 1話から3話って難しいんですよね。最初のその1話から3話、できれば1話の掴みで自分の作品に読者を引き込んで人気取らないと、どんな大御所作家でもですね、連載を切られてしまうわけですね。もうほぼ1話には3話の順位で何話までいけるのかって決まると言われてますから。だからもう最初の数話っていうのはジャンプでは大事。ジャンプ連載では大事。ハンターハンターの場合はどうかというとですね、このハンター試験編というのがそんな理想的なですね、語り出しなんですね。もちろんこの時の富樫先生もですね、もしハンターハンター1、2、3話で連 今日の動画でですね、そんなハンター試験ですね、理想の語り出しをですね、ストーリーをざっくり追いながらあの解説しています。今日はですね、ハンター試験編単行本1巻から5巻だね。第1シーズンのハンター試験編のこの面白さっていうのはね、ハンター試験編なんだけど、テストの多様さにあるんだよね。一応5次試験まであるんだけど、それだけじゃなくて、まずハンター試験の会場に行くまでのテストとかね、ものすごい多様性に飛んでるんだよ。で、おまけに、最後 まで全員がハンター試験って言うんだけどもみんながこう最初に期待する戦う戦ってどっちが強いかで決着つけるとかっていうのが全くない。 もう本当にないままハンター試験が終わってしまう。でも、ちゃんと見た感じ盛り上がりはあるっていうです、ね、すごい面白い作り方をしてるんだ。テストそのものが6段階に分かれてて、まず第1段階、ハンター試験会場に行けないっていうテストがあって、これのハイペースでストーリーが進むんだけれども、で、第2テストとして、まあ、第1試験で、あの、佐藤さんという人についていくっていう、ついていくだけっていうのが何話も何話も続いて、まあ、障害物競争みたいなものかな。スローダウンでキャラ紹介するっていう。 第3試験がプラハとメンチっていうね、あの美食ハンター、グルメハンターが出てくるんだけども、これはあの、ミッションクリア型でコミカルな話を見せるってやつね。4つ目のクエストがトリックタワーってやつで、まあてっぺんに、なんか高い塔のてっぺんに行って、それを最後まで、一番下まで行きましょうっていうね、初の戦闘と見せかけて、実は全ての戦闘が頭脳戦であるっていう。ここら辺もね、その、富樫さんの、いわゆる普通のバト,バトル漫画を描きたくないっていうのが、こう現れて,て面白いよね。で、最後ですね、あの、 ゼビル島とというこ中で対戦に見えるんだけども実はアドベンチャーというかですねインディ・ジョーンズみたいな冒険者である最後ですね最終試験として出てくるのがですねまるであのジャンプの人気投票システムみたいなどのキャラに人気があるのかっていうのが重要なんだっていう印象度を競うっていう戦いになってるこの辺が面白かったよねじゃあ最初のまずね前哨戦会場に行けないだよね第1話旅立ちの日第2話嵐の出会い第3話究極の戦隊第4話 第4話は第,第1次試験開始というふうなことでですねこれあの第4話の一番最初のページなんだけどもハンター会場に行くだけで4話か5話費やしてるんそれでそ,のそれぞれのクリアが違うと例えば第1話の旅立ちの日というやつは育ての親のミトさんという人が反対になるのを反対しててっていうやつでミトさんが貸したミッション大きい魚連れ上げてこいって主を連れてこいっていうクリアした時にあとはその 回想シーンでなんで反対になりたいかを語られる。これも普通の回想シーンじゃなくて、ゴンの回想シーンの中で、ゴンが憧れてるカイトさんっていう人が出てきて、そのカイトさんの回想シーンの中で、ジンというゴンのお父さんの後ろ姿が出てくるという、なんかで統治法みたいな関係代名詞が二十個30構造になってるみたいな、すごいなんか変な構造で作られてるんだけど、ストーリー自体すごいスピーディーだと。2話が嵐の出会いで、まあレオリオとクラピカっていう後々になってもこうずっと出てくる、 メインキャラクターの2人が出てきて海が荒れて船長が意地悪言ってお前らが反対になりたい理由は何なんだっていうのを言うっていうこれもねなんかその説問型っていうのかな。 でもその質問っていうのはちゃんと答えを出しながら、実はゴンが嵐の中であの海に落ちそうになった男の人を助けてあげるというような形で対立が解消されるという。本当にね、うまく戦闘がありそうなんだけど回避されて、それが必ずしもはぐらかされた感じがしないというふうなお話になってるんだねで。3話が究極の選択ってやつで、港にやっと着いたんだけども、さあどうやって、 で、会場に行ける一本杉まで行けるだろうかというふうなことで、ドキドキ二択クイズというの出されるんだよね。で、ここであの、ハンター×ハンターで、もうこっから先延々ある、二択と見せかけて三択。究極の二択クイズというのを出しながら出して、それで悩んでると、ゴンが三つ目の、テーゼがあって、アンチテーゼがあって、人テーゼがあるっていう、それをなんか乗り越える型の回答を出して乗り越えるってやつだよね。一番最初の、ハンター会場に行くクエストっていうのはすべて、ゴンが人間力で、 ななんんかか解決してるやつばっかりなんだよレオリオとクラフィカが対立してる時にゴンだけが嵐の中で吹っ飛ばされた人のところへバッと行くとかねそういう人間的な魅力で全部解決するという形次の魔獣キリ子もそうだね魔獣キリ子もゴンだけが魔獣を魔獣として見るんではなくて一人一人のキャラクターとして見てるから見分けがついたということで魔獣キリ子の機嫌が良くなって手伝ってくれるとかね全てゴンの人間力で解決してる。 ね、こういうねあの一番最初の前哨戦会場に行けないっていうふうなだけで割とね普通の漫画でやるようなアイデアっていうのもザク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 出してる。 第2クエストだよね。これもね、さっきも言ったように、単なる障害物競争というかね、単なるかけっこなんで、この受験生311名、ヌメーレ出現って書いてるんだけども、単にこのサトスさんという人に後ろにとかついていくだけなんだけど、もうここへ来るまでの段階でみんなもう疲れ果ててんだよね。なんかね、6時間ぐらいこの人の後追いかけて走っていくというマラソンをやって、その後、ものすごい上り坂の階段を登らされた後、すごい危険な平原の中をついてくる。で、この辺りからお話はスローダウンしていって、レオリオ・クラピカ、 っっっととととててきたヒソカかかかキキルのののの見せ場いいううな、キャラの掘り下げっていうのが始まるとさっきまでの第一の会場に行くっていうクエストは、クエスト自体が複雑でいろいろ面白いんだよ。ところが今回は、このサトツさんの後に遅れないようについていくっていうクエストがすごい単純な分、ストーリーが弱くなって、その代わりキャラの掘り下げが深くするっていう。このあたりの10話までの緩急の作り方っていうのはすごい上手い。5話までをストーリー主導であくまで子供たちにわかるように、 こんなクエスト、こんなクエスト、こんなクエストというのを1話完結で見つけた、見せたんだけども、6話から先は、 永遠、延々ただ単についていくっていうだけで、キャラクターの掘り下げをさせるっていう。あの、10話までの展開は本当に、あらゆる物語作家のお手本となるような、本当にうまい作り方してるんだ。第6話、一時試験開始、パート2で、レオリオの頑張りを見せて、実はトンパはすごいっていう伏線もある。トンパっていう、なんか嫌なキャラクターがいるんだよ。他のハンター試験に出てくる奴らをいじめたり、心理戦で追い込んだりして、辞め捨てるというような奴なんだけど、俺これが好きで、なんで好きかっていうと、さらっと出てくるセリフで、 ハンター試験申し込み回数35回最多記録って書いてあるんだけども、ちょっと待てよと、トンパってじゃあ10歳の頃からハンター試験で、今45歳だからさ、10歳の頃からハンター試験出てるってことは、ゴンより若いんだよ。ゴンより若い子供の頃からハンター試験に出てて、永遠生き残ってるから、実はこいつさりげなくすごいんだっていう、そのさりげなくすごいキャラクターだから、後ろの方になってきて、なんでこいつが生き残れたのかっていうのが、やっぱりその、漫画の中ではどれぐらい 状況が読めて裏が読めるのかという、頭脳戦が主力のキャラクターであるという、後で分かってくるんだけど、まあ実はトンパがすごいとか分かってて、その後まあ、ずっと走っていくだけの話だから、なんでレオリオは反対になりたかったのか、なんでクラピカ反対になりたかったのか、なんでキルは反対になりたかったのかというそれぞれの自分語りがずーっと後ろを走っていく中で続いていって、でヌメーレ平原出現に出てからは出現の中の生物が最大の敵と思わせて、その中に出てくるそのヒソカっていう。 まあ最後の最後までいまだに訳のわかんないキャラクターと出てくるいわゆるワイルドカードっていうのかなジョーカーみたいな感じで出てくるキャラクターなんだけどそいつがいきなり周りの人間を殺し出すと。 で、ハンターハンターってこの8話ぐらいまで人死なないんだよね。すごい追い込まれたような感じであっても、全然人が死なないような感じだったのが、8話ぐらいからガン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 、単にハンター試験に参加しただけの罪もない人がゴン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 死んでいくんだよ。なんかね、タッチが変わってくる。で、9話の霧の中の工房で、密かの行動原理を読者に考えさせるようになると。つまり、密かが、俺がハンター試験やってやれよと言って周りのキャラクターを殺した時に、なんでこいつはこんな行動するんだろうっていう風に読者が考えるにし、 向けてくるで、レオリオとかが、なんで助かったのか、れは未だに謎なんだけども、<laughs> まあ、そういう風な話になってくる。で、この、ヌメレヘイゲン、佐藤さんについていくっていうのが終わったら、第3クエストなんだよね。プラハとメンチっていうのが出てくる、グルメハンター話なんだけども、これはね、与えられたミッションをクリアする。例えば、メンチだったら、豚の丸焼きを持ってこいって。 もう豚を捕まえて持ってくる。メンチだったら握り寿司を作れって言われたらもう全員握り寿司って何なのか聞いたこともないんだよね。日本出身の半蔵ってやつだけが寿司を知っていてニヤニヤしてるとみんながあいつは知ってる知ってるというやつでなんかで、ね、コメディーだけでこのシリーズ書き切ってるんだよ。だから反対試験でさっきも言ったようにヌメレ平原で割と殺伐とした話をしたのでその次は人がね死ななくて笑っちゃうような話ばかり。特にこの寿司を出すって言われたらこの時に考えたのが サイズを考えてみると、手で握れるようなサイズで、新鮮な魚というふうに言ったら、まあ、こういうふうなものを考えて、ダメというふうに言われて。次はゴンが、同じようなものを考えたら、お前もレベルが同じで、ガーンとなっていて。で、心中察すると、ゴンと落ち込んでるゴンを、なんか慰めるみたいな、こういうコミカルな流れをずっと作るんだ。前回までの、ちょっと深刻な流れを、一旦緩急で言うと、緩やかにするような形で、お話を、こう、ずっと面白く作っていくる。 僕がね、やっぱりね、あの、面白かったのは、このグルメハンター話の後で、飛行船に乗って、ネテロ会長が次の会場へ連れて行くときに、ちょっとお前たち遊ばんかっていうふうに、ゴンとキルアに言うね。で、ゴンとキルワに、このボールをお前たちが向こうに着くまでに取れたら、お前らがもうハンター試験無条件で合格じゃというふうなことで、ゴンとキルワが二人で。 やるとでここでようやっとそれまで謎だったキルアが全開で一生懸命取ろうとするんだけど取れないでキルアは早々に諦めちゃうんだけどゴンは諦めないというようなのがあってでキルアはこれ以上無気になったら殺しちゃうかもしれないなっていうふうなことを言いながらやっぱ心の中でムシャクシャする部分が晴れないんだよね。キルアはこのドンって当たって文句言っただけの人を殺しちゃうんだよね。 キルアーも実はハンターハンターの中では人情キャラでゴンのことが大好きで、 妹のことが大好きでいい奴みたいに見せてるんだけども、本質は気に食わない奴を自分の中の無くしゃを解消するような殺しちゃうようなキャラクターなんだよね。でも、そういう今コメントに流れた悪人なんだ。悪人をいつまにか僕らは多分ハンターハンターのキャラクター同士やると、キルワが1位になることって結構あるぐらいのなんかいいもんキャラみたいにいつまにか捉えてるんだよ。そこら辺がこのハンターハンターの面白いところでもあり恐ろしいところ。 あの、後に出てくるゴンの魅力っていうのは何かっていうと、善悪の判断をせずに、すごいものをすごいというふうに思っちゃうっていうふうなものがあるんだけども、それはこの漫画の中でも、その富樫さんという漫画,画家旗が持ってる性格なんだよね。どうやってもこの人っていうのは、こういう悪いことをやっている罪を背負ったキャラクターなんだけども、なんか僕らこういう人物だっていうのを忘れちゃう。あまりにも妹好き好きとか言ってるから、ついつい許しちゃうところがまあ面白いところ。これ何かっていうと、 この前に、キルアが死局っていう足運びを見せるんだ。ネテロ会長と対戦するとき。ネテロ会長っていうのは反対協会の会長ね。その人からボールを奪うというときに、足運びに緩急をつけるだけで、分身の術みたいに見えるんだ。これもなんかすごく新しい。分身実践の術っいうのは漫画の中に出てくるときには素早く動くとかさ、念の力みたいなのがあるんだけども、足運びだけで見てる人間の心のリズムを狂わせて、どこを歩いてるのかわからないみたいなものを、 暗殺術だよね。そういうのものを見せて、で、恐ろしい子供だっていうふうにネテロ会長に言わせて、後でゴンに、あれどうやるの教えてって言うと、お前は知らなくてもいいし、知ってはならないっていうふうに言うね。なんでか、なんでネテロ会長が、そういう戦闘の技なのに、戦闘の技を極めたネテロ会長が、本来尊敬するはずの戦闘の技なのに、なんでゴンに知ってはならないって言ったのかっていうと、それは暗殺術であって、それが行き着く先っていうのは、こういう世界だ。 ヒルアが本質的に持っている邪魔なもの腹が立つものは殺してもいいという世界だっていうことを寝てる会長が分かってるからこういうなんか知ってはならない世界だという後にこのヒルアのシーンがあるんだ,よだからそこら辺っていうのはねやっぱりその漫画読んでるとワクワク感とかキャラクターの魅力に 引っ張られてよくわかんない時があるんだけども、ちゃんとね、そういう道徳的な伏線といのはきちんと張ってるところが、ハンター×ハンターの少年漫画としての上手いところだと思う。トリックタワー。次の第4クエストだよね。第4クエストのトリックタワーっていうのは、なんか高い塔の中に入って、これをなんか下まで降りろと、なんか何時間以内やかななんか72時間なん,かなんだか以内に降りろというようなクエストなんだけども、ダンジョンを次々とクリアしていくやつで、実はバトルがまあほとんどないんだよね。工夫だけで言う。8話もあるんだけども、最初はそのダンジョン ののの中にどうやっっっててて入るるかかだけでで話話終わってしまま次の話ではこれから5対5の戦いが始まるとドラゴンボールだったらもう5対5の戦い、先駆け男塾だったらもう5対5の戦いって言ったら絶対バトルシーンなんだけど5対5の戦いが始まったら一番最初にで、こちら側から出ていくのが例のトンパっていうなんかこう憎めな四45のおっさんが出てきて向こうから殺人鬼が出てきてさあどうなるかって言ったらトンパがいきなり土下座して参ったって言っていや5対5で戦うんだから とりあえず三回かじゃいいだろうということで、いきなり降伏して、レオリオが首絞めて、お前何考えてんだ、勝木ねえんだろうって言ったら。いや、勝木なんかねえよ、決まってんじゃん。俺はこういうのが楽しくて、ホビーで趣味で参加してるだけであって、俺は別に反対なんかなる気ねえぜっていうのを。こう語るっていう、まあ、まさかのトンパ語り。<laughs> あの、レオリオ語りのは、なんかね、二ページないぐらいなんだ一ページ半ぐらいで、レ、レオリオ語りがあって。で、これまで、自分のことを語るので、一番長いのが。 クラピカの2ページあたりかける2回っていうのがあったんだけどトンパ単独で3ページにわたって己の心情を語るっていうねトンパ愛されてる一番俺が好きな多数決の罠という回なんだけどもうこれを俺この回でハンターハンター大好きになった だけども、多数決でやってはいけないこと、それは何かっていう。相談と挙手であるっていうのを、延々とんぱの独り言で、心理描写で。相談と挙手がなんでやってはいけないのかっていうのを、論理を四段構成で書いてるんだけど。ど真ん中に顔を置いて、こういうふうに描く、この小回りの面白さっていうのかな。いいよね、ハンターハンターって、文字だけのページになった時の、わくわくというか。これが悪い方に走ると、グリードアイランド編のカードを見せるだ <laughs> れだだけけページ連続っていがあるんんど、ど、さす俺も引いたんだけどもこの頃の文字だけを見せるんだけどもどういう風にそれを絵を入れていっていこうかとなんかこの目線とかを入れることによってこのキャラクターの考えとかがわかりつつ何を言ってるのかを小学校の 子供にもわかるように、こう、ゆっくりゆっくり論理を展開する。だから、これを読んでるだけで割とね、論理学の処方が学べるようなテキストになってんだけど、まあ、すごい面白いんだよね。トリックタワーテてその最終問題が、えー、3人しか通れなくて早い道と、5人で通れる長い道がある。さあ、どっちを通るか、と、2択に見せていて、またゴンが人間力というか、トンチを使って、第3の方法を見せるという、さっき言った、テーゼ、アンチテーゼ、人テーゼ型の回答でクリアしたと。 第五クエストがゼビルトのネームプレートって言ってお互いに持っているネームプレートを奪い合うという形なんだけども、やっとここで、いわゆるワイルドカードとして出てくる、密かのネームプレートをゴンが奪わなきゃいけない。これゴンが奪った瞬間なんだけども、胸のカードが奪われたことを左手で確認して、なんだって見た時の、この嬉しそうな顔。 ネームカードを奪われたことが悔しいんじゃなくて、ネームカードを奪うぐらい成長してくれたことが嬉しくて、でも嬉しいんだけども、これは全く愛ではないわけだよね。なんかこう、美味しそうに実ってみたいなワクワク感で見られて、このなんか一連のやりとりで初めてゴンとヒソカが直接対戦みたいなことをやるんだでこれもこの瞬間だけで終わってしまう。 どん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 引き伸ばされる感じね。で、この後で言わっと、お互いのネームカードを奪い合いの後で、ちょっとだけ対戦があるんだけど、それもまあ一瞬で終わってしまう感じになったあ,あの、本当にね、ハンターハンターっていうのは、こういうワイルドカードっていうか、ジョーカーとかね、無限の力を持っているような謎のキャラクター。それは、ある時はクラピカ、ある時はキルワ、ある時はヒソカなんだけど、ヒソカだけは、今に至るまで本当に全力の力を出さないんだで、ゴンも可能性だけ、主人公だから出されていて、 本本当の本気っていうの気いいい。うが、つまでも見えないその最も初期のカードがいまだに連載してもうこう次34回発売されることになってもまだ直接対決していないという凄さが「ハンターハンターの」の懐の深さだと思うんだけどもねあの最終試験はお互いにですね戦ってあの巻いたと言った方が負け。 で、参ったと言わない限り戦いが続くというような形で、ゴンはこの半蔵という忍者キャラと戦わされるんだよね。半蔵があまりに強くて、で、絶対勝てないはずなんだけども、ゴンのまっすぐな目を見て、半蔵が、気に入ってしまったんだ、あいつが。 といいう,ふうななここころで、ののキルアの目、いわゆるこれって嫉妬なんだよね。つまり全ての能力を持っていてでお兄ちゃんから闇人形というふうに言われてて「お前は欲望を持たない」「違う俺はゴンには友達になりたいんだ」というふうに言ってたはずなのにゴンに対して持ってるのは「友達になりたい」ではなくて「何よりも気に入ってしまったんだあいつが」っていうふうなことでこんな顔しなきゃいけない。 こんな顔何かこれが単純な嫉妬だったらいいんだけども自分がゴーンをひいする理由もこの人と全く同じなんだよ。つまりそこでなんか最終的なハンターハンター試験で最後に出される印象値っていうのが 少年ジャンプの中で人気漫画になるためにはっていう設問と全く同じ好かれるというのはどういうことか影響力がある人っていうのは無視されない人っていうのはどういうふうなもんなのかっていうのをクライマックス試験に持ってくるっていうねなんかその漫画の構造というかジャンプ漫画の構造自体をクエストの中に入れ込んだこのあたりの作り方がねなんかすごく面白かったですはいお疲れ様でした今日の無料動画はここまでですアップグレード情報なんですけどもですねハンター試験編で注目すべきはやっぱ店舗の ハヤさんなんですね。第一話で主人公ゴンとですね、そのハンターになって父親を探すというですね大きな目標ですね目的を語ると。で、すぐ第二話でゴンの仲間であるですねクラピカとレオリオという二人のキャラを語ると。結構ね大変なことやってるんですよ。一話でゴンの家族関係とかですね、なんでそのことを思うのかとか、やがて出会うであろうハンターの大先輩とかですね、そういうのを一通り見せてですね。その中でゴンが何を大事にして何を犠牲にして自分の冒険に出るのかっていうのを語るって。 すげえじゃん。で、2話でいきなりですね、割とこっから先も強めのキャラが2人出てくるわけですね。まだね、レオリオなんてね、全能力出し切ってないんですよ。<laughs> すごいね、なんかこう、あの見せ方のうまさなんですけど、最初の2話でですね、その物語、これからですね、語るのに必要な最低限のパーツの準備ができてると。多分ね、そのハンター×ハンターって、連載最初から割と長期を予定してたんですけども、<laughs> 編集部、編集者的にはですね、まあ、5巻か6巻まで出たら、 安心だというのがあったと思うんですねだから5巻が6巻分ぐらいの伏線みたいなものは全部できれば出してほしいと思ったんですけど、まあそういうふうにもできてるんですねで。3話からですね、早速判断試験で合格するというですね、第一のクエスト始まるんですけど、このスピード感が本当すごいですよね。ジャンプでね、ストーリー漫画始めるというのはどういうことかよくわかってる。序盤はとにかく面白い展開をガン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 見せて読者にですね、この漫画は続きを読む、読まなければいけない。毎週ジャンプを買わなければいけないと。 そう思わせるわけですね。これをですね、最優先した作りになっているのでですね、新キャラも出すんですけど、とにかくイベントが次々に起こるんですね。で、動画の中でも話してたですね、ハンターハンターの第一話、実はお話としては大したことが書かれてないんですよ。第一話に書いてある情報っていうのは、その主人公の大雑把なキャラとその動機づけのエピソードなんですね。まあ、本当に最低限の情報です。で、読んでる人にはもうわかってると思うんですけども、ハンターハンターですね、本当にどうでもいいことまでこと細かく設定とか背景が用意されてるんですけど、 本当、一話ってね、それをチラ見せしてるだけなんですね。でも、最初の数話って本当、それを説明しないといか使ってないんですよ。クラピカのですね、私は何のためにやってるのか、原役旅団というのが敵だっていうのが出てくるのってもう本当、かなり後ろになってからなんですけどもですね。まあ、もうそもそもゴンたちがなりたがってるハンターって何かっていうのも、実はその僕ですら、未だによくわからないところがあってですね、ハンター協会があるっていうのをですね、後で出てくる設定で、えー、そうなのとかですね、 ハンター協会が国からこういうミッションを任命されるとかですね。ああ、そういう位置づけなんだとかですね。あとでどん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 分かってくるわけなんですけどもですね。あえてここであの説明してなかった設定とかはですね、ここから先ですね、そのストーリーがな流れるにつれて、どうしても誰場になっちゃうとか説明ばっかりになっちゃうところでうまい感じでですね、いいキャラと一緒に出てくる。そこら辺もいいですよね。まあ、あの、だからハンターハンターのですね、一家の凄さっていうのは、どんなことが書かれてるかではなくてですね、どんなことが書かれてないのか、何を隠したまま まあ、結構ね、第一巻で色々言いたくなるんだろうけど、それを隠したまま一巻が書かれてるっていう、そこら辺ね、どの説明が省かれているのかっていうのをですね、今になって読み返すとですね、ちょっとね、感動すると思います。えー、先週公開した動画でですね、あの、富樫先生は読者への信頼が半端ないと、普通こんなに読者を信じることができないというふうに言ったんですけども、この説明の省略もそうなんですね。普通の漫画家だったら、こんなね、一巻でもっと説明しちゃうんですけど、それをね、あえてしないんですよね。でそういういのを避けて つつですね、登場人物のキャラ立てだけは十分にすするんですねレオリオやクアピカはどんな過去があるのかっていうのは、これはね、控えめに、過去の設定というのは控えめにして、してもですね、どんな人間か、何で起こるのか、何でカットするのかっていうのは、ちゃんと見せてる。ここら辺の情報を、そのどれを見せて、どれを省くかっていうのが職人芸だと思うんですけども、まあ、あの、来月のですね、新連載というか、まあ、連載再開だ。連載再開に向けてですね、ハンターハンター、一巻から読み返してる人すごく多いと思うんですけど、こういうところに注目して、一巻もう一回読んでみてください。 何を説明してないのかですね、新たな発見があると思います。